何で始まってるのを始まってます。こんばんは。始まりました。始まりました。こんばんは皆様。バイバイ。見えてますか。え、音入ってますか？ OK のはずです。 OK のはずです。はい。え、皆様こんばんは。 よろしいでしょうか。始めさせていただいて。はい、じゃあ、はい、始めます。はい、今続々、はい、視聴を始めていただいているようですので、ありがとうございます。皆様夜遅くにいつもすみません。では2024年初犬心インスタライブをスタートしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いで、こんばんは。あ、はい、はい、大丈夫ですかね。はい、はいはい、では皆様明けましておめでとうございますは、ちょっとさすがにお日にちがちょっと過ぎてしまいましたの で、 ですか、ね、はい、もう、ね、本年もよろしくお願いいたしま す、 しいたします。というところで、はい、スタートさせていただきます。はい、ただ今年はねもう本当にすごいスタートになってしまいまして、まあ元旦に皆様もご存知のね、ご存知のというかもうねこれほどのっていうくらいの令和6年能登半島の地震がまずありました。でこちらの方がですね、もうこの辺の地域でももちろん揺れてましたので、当然そんな、ね、ご存知の方の方が多いとは思ってますけれども、能登半島の地震で、ね、犠牲になられた方が本当にたくさんいらっしゃって、で慎んでお悔やみを申し上げますとともに、今被災されている方々ですね、心よりこちらはもうお見舞い申し上げますので、この場をお借りしてご挨拶とさせていただきます。で依然ね、今もう予断を許さないような状況が実際続いてしまっていて、もう今非常に寒いお日にちがね続いてますので、被災地のね地域の皆様の安全確保と、あとはまあその一日のねもう早い復旧復興が、まあちょっともう心からお祈り申し上げますとしかちょっとね私たちができることが本当に数少ないとは思うんですけれども、こちらも合わせてちょっとご挨拶とさせていただきたいと思っております。で、実は当店NC、まあ、犬心という母体の NC という会社も今ちょっと、もうちょっと少し遅いかもしれませんけれども、復興支援に対してねちょっと動きを急いでちょっとスタートしている最中でございまして、こちらは何かしら皆様にお願いしますっていうことで募金とかそういった形でちょっと皆様にご協力をお願いすることが多々あるかと思いますので、その時はぜひご協力いただけたらなと思います。で先に、1月の13日の土曜日、東川口店をご存知の方はですね、実は熊野クレープスってクレープ屋さんがお店にクレープをインスタフォローすると無料で配布してるよっていうイベントをずっとやっていたんですけれども、実は熊野クレープ屋さんがですね今年一部有料とさせていただいて、そちらの売上金を全額能登半島のそちらの復興支援金として協力させていただきたいので、ぜひそれをやらせてほしいですっていうことをお店にご連絡いただきました。ぜひご協力させていただきたいと思いますので、こちらも合わせて1月13日の土曜日、早いお時間なんです、スタートがだいたい12時ぐらいにはもうスタートしてますので、よろしければぜひご来店いただいて、寄付で本当にプライスレスだったところの、まあ、お値段はもう決めずにいくらでも結構ですので入れていただけたらっていう形でお話ししてましたので、ぜひご協力いただけたらなと思います。ご来店ください。はい、よろしくお願いします。はい、はい、ではちょっと、ね、暗いお話からのスタートになりましたけれども、実は今日スペシャルゲストが来てます。イエーイ。はい、あ、はいはいはい、じゃあ、はい、今日は、はい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 、カイロワークに参りますので、はい、バトンタッチです。イエーイ、はい、よろしくお願いします。明けおめです。こんばんは。こんばんは。
よいしょ。はい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 、はい、持ってね、はいはいはい、はい。入ってる？入ってないよ。ここにはいないよ。はい、ここにはいないよ。あ、急に出てきました。急に遅いですね。はい。はい、はい、覚えてらっしゃる？大丈夫そうで、こっち久しぶりだもんね。そうですね、はい、あの犬心でご覧になっている方はうわってなるかもしれませんけれども、はい、あのララポートの方は、はい、犬心とヘレットワールドが合体しているお店でございまして、正解、はい、そちらの店長です。はい、岩波です。はい、来ちゃったって言われてますよ。来ちゃったって言われてます。来ちゃいけないんだ。そう、どういうこと？まあいろいろな、はい、そうですね。はい、ありがとうございます。はい、はい、で実は、あ、先に、あ、これね、私のこのこれ、あ、この人じゃないよ、この子見て、この子私の相棒をちょっと連れてきたんですよ。今年の相棒です。なんでこの子来たの？え、可愛いから。いや、僕聞きましたよ。ちょっとこの隣でインスタライブやると、うん、ちょっと収集がつかないからって、ね、さっきカメラマンに回った人がね。いや内緒にしてください。あのね、はい、頭のドラゴンは松村さんからじゃなくて、うちらが松村さんに貸したの。あ、そうなんですね。そうなの。そう、犬心の、どうでもいいです。そんなの。はい、ごめんなさい。はい、すいません。ちょっとおしゃべりもさん。はい、ごめんなさい、ごめんなさい。はい、はい、で、この子ね、この子、はい、皆さんにお名前をつけてもらいたいなと思ったんですよ。イエーイ。意味わかんない。このライブ中に何か皆さんなんかちょっとこの子にお名前をなんかこれいいんじゃないっていうのがあったらぜひなんか言ってください。はい。はい、まあ、それが この子は何ですか？常にも出演するんですか？そうです。あ、私の今年の相棒なんで。あ、なるほど。相棒を見せられちゃったからね。あ、カメラマンに行っちゃったから、ね。あ、いや、そんなことはない。あ、リュウちゃん。あ、リュウちゃんね。11って言いますけど。さっき話してたよね。11ってね、話が出たんですけど、ね、いや、まあいいですよ。いいんですけどね。いろいろあるじゃないですか。ちょっとね、こう呼び捨てに。一斉。ほら、なんかよくわかんない。身内から出てきましたよ。はい。いろいろね、いろいろ出てますけれども。純一は知ってる人は少ないんですからね。この人の名前ね。そう。僕は岩波で通ってるから。あ、そう。岩、あ、辰坊。おー、いいよ。いい名前。純一。もう純一もさっき話したね。出ましたよ。はい。もう、この話してると終わらないんですけど、はい、ちょっと後半までにぜひお名前、なんかいいのこれっていうのがあれば、その中からこれいいなっていうお名前をぜひ私が勝手にチョイスさせていただきますので、皆さん入れてください。はい、入れといてください。いいよ、この名前っていうのあったら言ってください。はい、はい、お願いしますね。はい、で、はい、ちょっといい？あ、いいよ。はい、いいですか？どうぞ。ちょっと脱線するよ。あ、で、脱線した。はい、スペシャルゲスト、はい、岩波って言ってくれたじゃん。岩波って言った。違うんですよ、僕をね。イエーイ。僕をここまで運んでくれた。何それ？どういった？タクシー今日会議があってね。タクシー。今日本社会議がありまして、張り切りなくね。で、本社から僕をはるばると素晴らしい連れてきてくれた。イエーイ。完全アドリブで。アドリブで。はい。巻き込み事故ですね。はい。はい、珍しいんですよ、うちにいるのが、ね。はい、この絵はすごいですね。見えてないんじゃない？見えますか？はい。はじめましての方が多いと思います、フェレットワールドのマネージャーの庭と申します。あ、変な人が来たと思わないでくださいね。ちょっとね、今日サラリーマン風になってますけど、はい、会議があったんです。我々、私はね、制服を着替えたのであれですけれども、そのまま特別出演になっちゃいましたから、はい、今日ちょっとすごいよくわかんない豪華メンバーになっちゃってますけれども、騒がしいかもしれません。スーツかっこいいです。ありがとうございます。よかったですね。すごいですよ、画角的にニュース番組みたいな。素晴らしい。私は何か隣が言うぞ。隣でいいです。なんかスーツ、なんか超ケタケタマークみたいな。そうですね、スーツ着ることないですからね。マネージャーが2人ですね。はい、そうですね、はい、マネージャー2人ってのはなかなか図柄としてもないかと思いますので、今日はちょっと助っ人として、ずっといるよね。あ、じゃあ終わります、ね、はい、言いますよね。はい、じゃあそんな感じで、ちょっとよくわからないメンツですけれども、はい、させていただきますので、で、いきなり話振られちゃうと分かんなくなっちゃうから。あ、そうですね、はい、全然アドリブで。じゃあそろそろ、はい、次の本題に入っていただいてよろしいでしょうか。すごいクソ真面目な話をね、いきなり引き戻して申し訳ないんですけど、地震のね、災害時にちょっと実際今もうね、被災に遭われてる方から実際ちょっと
あの私の知人の知人とかでちょっとまだ全然遠いところからなんですお話がたくさん上がってくるんですけど実際、まあ、物資が足りてないその物資が足りてないとか その本当にあの根本的なところもそうなんですけど実際ねすごい悩んでる方々がいるのがワンちゃんのご飯が手作りだったがためにすごく苦戦をされている方があの本当に多数いらっしゃるんだなというお話になってしまったんですよ。そうなんですね。実は、はいはいはい、で、あのいやなんか向こうの方で笑ってるけどね、はい、頭がねってそういう話じゃないあのね、そう、実際手作りのご飯人間の方がもうね本当人の方のもちろん優先されますから食事の方はどう頑張ってもアニマ様はいなんか、はい、あで、その部分でね、食事自体が手作りで何手作り自体がね、はい、もう作れないよっていざなった時に、はい、食べ慣れてないことで苦戦をされるからいや防災的な話で急に振ってしまって申し訳ないんですけど、はい、絶対ドライフードをおやつでも良いので揚げておく習慣をつけてもらいたいので、まあ、ちょっとこう言ってちょっと出させてもらったんですでそうでなければはい取ってはい、感想です。こちら、はい。こちら、はい。感想です。ケラケラ笑わない。あのね、こういう今、乾燥野菜があるんです。わかります?なんか、いきなり話振って申し訳ない。とか、あと、手作りでご飯あげてる方だったら、缶詰で、生とかじゃなくって、そのまま、はい、ヘルマ取って、はい、はい、OK、はい、申し訳ございません。レトルト、はい。そう、レトルトだけど、冷蔵庫保存とかじゃなくて、常温で保存できるようなものと、野菜とかを組み合わせて、揚げておくことで、少し改善するよっていうお話です。あ、そうです。あとはもう、例えば、ご飯が、そう、すごいね、食べられないとか、いろいろな事情があると、ハイカロリーとか、なので缶詰とか普段こういうものって防災用だけで取っとかれてしまうとその日初めて食べましたになっちゃうので普段からちょっと揚げる癖いや私絶対手作りなんですあいや分かるんですそれはすごく分かるんですけれどもまあ本当いざという時のための何かとしてお持ちになっていた方が良いので一応こちらはご紹介させてください。日頃から慣れといた方がね、そういうの安心ですよ、ね、そうなんです、というのはね何かあっても食べなくなっちゃ う, そう食べなくなっちゃうのもあるし、うん、下痢しちゃうんですよね犬猫の場合はわりかし、はい、ちょっと後ろに新しいものをご用意いたしましたのであ、はい、そうこういう優しいご飯とか、はい、結構いろいろあるんですよ、うん、今いろんなメーカーさんからいろんな種類が出ててで当然冷凍の今ご飯でね手作り食が冷凍化されているものっていうのがたくさんあったり皆さんご存知のブッチさんとかああいうところのも当然 いいんですよ物としては全然構わないんですけど電気は通じてないとかねもうその被災されてる中ではあれはもう持たないですから商品としては当然持たなくなってしまうので持つものとして保存が効くものとしてまずは入れておくことお家に置いておくことでお家に置いてるのであれば少なからず例えば1週間に1回か2回は食べさせておいてみるとか何か練習はしていただいた方がもう絶対的にそこはっていうところで食べられないよね食べこれは作るのは結構簡単簡単なんです、お水入れるだけ戻しますみたいな、戻して、はい、戻してあとはお肉のさっきのレトルトと混ぜるはいそういうことです、はいはいはい、だから缶詰とかの類とかは、まあ、確かにこの量とかをねどこにまあその後じゃあ保存するんだって話にはなっちゃうかもしれないですけど、うん、1日空けといて、まあ、半日後にすぐあげるとかであれば、うんまあ、食べきれる量としてはちょうど好ましい量としか入ってないので、まあ、あくまでも練習のためにっていうことも使えますね、うん、そうですね、はい、だから普段食べるのにそんなたくさんの量をあげられないわっていう方だったら、まあ、その間は冷凍を缶詰の商品であってもこれを冷凍するんですこれ、これ缶ごと冷凍とかじゃないですよ製氷皿に1日分を全部小分けにするんですよで冷凍しちゃうんですそうすると、まあ、要は5個のマスで10個穴が開いてるんだったらそこで 10日分みたいな感じにもなりますしそうそうそうですすごいいい言葉を言ってくださってるそうストックをねうまくして上手に使っていただけたら絶対練習になるのでこれ絶対ねフェレットさんでも役に立つはずなんですよでもフェレ
ットさんってあんま生食いないんだよね。そうドライフードが多いですよね。ですよね、はい、で猫ちゃんの方は案外ドライフード派の方が多いから、うん、で缶詰を使ってる方が猫ちゃんはもともとが多いのと、うん、猫ちゃんのご飯ってね素晴らしいことに結構な小分けなんですよね、うんうん、ドライフードそのものがだから、まあ、楽なんですけどワンちゃんってそこまで小分けになってないから、まあ、ちょっと練習はねぜひ、まあ、練習しとくとこの辺とかこうね、はい、あんまりスペース取らないタイプなので、うんうん、一緒にバッグに入れといてストックしといていただいてもいいですよね。結局持って逃げた時に忘れないようにできるので、まあ、その辺は結構便利かなと思います。うん、すごくいいですよ、はいはい、だから商品としては本当さまざまありますが、まあ、もちろん犬心でもララポートでもね販売している商品ですので、はい、ぜひちょっとそんな話気にしてたわって思ったら明日にでも買いに来てください、はい、あとは、はい、話を聞きに来てください。どういうのが良いのっていう方、手作りだったから気にしたことなかったなっていう方は実は多いんだなっていうことが今回の震災でね、そうですね、うん、日頃手に入るものが手に入らなくなる環境っていうのがどうしても起こってしまうかなと思うので、そうですね、それは多いですね、まあ、ちょっと練習がてら、はい、試してみていただくのもいいのかなと思います、うん、はい、すごく重要な点だと思いますので、はい、皆さんも気をつけていただけたらなと思います。はい、はい、お願いします。なんかご質問ありますか。4年前のシャンプーデビュー犬心でした、ありがとうございます。すいません、はい、リクちゃんですね。リクちゃんですね、はい、これイベントを検討中ですよね。はい、でそうなんです、実は防災がララポートもするんだよね、きっとするの。そうですね、実はちょっとララポートの方はもっと早くからだったんですけど、はい、この本当震災が出る前に今岩波市が出てまいりますよ、はい、はい、メンバーチェンジ、メンバーチェンジ、メンバーチェンジ、すいませんね、ここ入らないからね、はい、はい、で、なんかぶつかってるよそう、防災のね、イベントも実は考えてたんですよね、はいはい、まだ日にちはね、確定してないんですけれども、そうですね、去年、はい、あれなんですよ、フェレットワールド、港未来そう庭さんのお店のところで、そう防災のやってたんで、やってました、やってました、ちょっとララポートバージョンもやりたいなっていうので、うんうん、結構地域で悩んでるけど誰に相談するんじゃという方はたくさんいらっしゃってて、うん、で防災グッズって今ペット系だと出てますよね、いろんなメーカーさんから多分ちょこっとずつ出てるのかなとは思うんですけれども、実際にじゃあどう動くのかとかどういうものが必要なのかっていうのを細かく、ね、多分こうなんか深掘りしているところっていうのは少ないのかなとは思いますので、うん、今回ちょっとお日にちがねまだ確定してないんですけれども、まあ、春ぐらいを目標になってしまっているんですが、うん、今ちょっとね防災のイベントを検討中でございます。そうですね、はい、でみなとみらいさんでやってたんですけど、実は一本のロープをそう使って、まあ、多分ね犬心の方で見かけたことがあるんでご存知の方も多いと思うんですけど、それを首輪にしたり、うん、ハーネスにして、うん、一本の紐をそのままその剣具として使えるようにすることで、うん、その時もし手持ちがないですっていう時に乗り切れるようにとか、そういったこともちょっとイベントとしてはお教えする、その作り方、うん、ワークショップ、そうですね、もうすごい言葉が出てきた、私いきなり出てこない、ね、そうおばちゃんなの、おばちゃん、そうワークショップね、なんか今すげえハモってたけどね、ワークショップっていうもので、まあ、体験をして自分で作ってみようっていうのが、うんうん、そうですよね、そう言っていただけると興味深い方は多いんじゃないかなと思います、はい、ね、千葉の方なんかはね特に ね、 そうですね、揺れをすごい感じてるのが、今回に限らず 3.11 なんかも特にね、いや3.11はもろにね被災しましたもんね、はい、液状化とかもしましたし、そうありましたしね、能登半島の元旦も、うん、僕らめちゃくちゃ混んでた感じ、あれなんですよ、そうなんですよやってましたからね、ここはオープンしててめちゃくちゃ混んでたタイミングで、うん、すごい揺れて、なんかいろんなところで結構大型の、ね、ショッピングセンターさんはずいぶん揺れて、そうですね、なので、はい、まあ、結局大丈夫だったんですけど、うん、一時避難どうしようかっていうような感じ で、ですよね、スタッフの中で持ち合わせしたぐらい、うんうんうん、だってビービーね、あれだけのやつ
つがね、まあ、変な話何千何万ってこういるような会場でできるわけ出るわけですからね、驚くどころかね、うん、で一気に逃げられちゃったらね困っちゃいますからね、うん、あれはね、やっぱその状況になったから皆さん今防災認識ありますけど、うん、そうですね、もしそのね地震で変な話、うん、被災しちゃった場合は、うん、もうその今すぐ対応しなきゃいけないじゃないですか、そうですよね、それの備えとしてもう今から準備した方がいいし、うん、そういう知識得られるなら、うん、そういった、ね、防災イベントで学んでいただいた方がね、うん、だからなるべく早く実際に今回あのアニコムさんでやっていただくときに防災現場の映像も含めてこんな状況になってるよっていうこともあったり、こういうグッズが届いてるよっていう話なんかも詳しく聞けるので、まあそういう面では準備するものですとか、あとは自分で準備しなきゃ、あの確保しとくものとか、まあいざ向こうでどういう行動になるのかとかも分かるので、まあそういう面では非常にためになるイベントかなと思います。そうですね、まあだからリアルな声をうまくその自分たちに置き換えることも考えるねイベントなのかもしれないですね。そうなるとね、なんか結構防災に関してはちょっとまあこういうことが起こると皆さん振り返るって言ったら変ですけれども、うん、でもまあ本当今もうどこで起きてもおかしくない、そうですね、ね、いつ起きてもおかしくないですからね、本当ですよね、うん、だからちょっと皆さん警戒をするというか早い段階で準備をして、ね、備え、そうですね、備えをするための、うん、まあちょっと私たちお手伝いができればと思いますので、なるべく早くイベントで、ね、うん、開催したいと思いますので、うん、その時はまたお知らせします。はい、はい、まあ、今のうちにあれですね、その備えておいた方がいいものとか、はい、なんか心配だったら声かけてもらえればね、うん、こういうのあったらいいよとか、はいはい、保存効くよとか教えられますよね。はい、そうですね、うん、だからもうあの早い方は次の日に買いに来てた方もいましたよ、うん、あ、でもそっちの方がいいですね、はい、うん、あの商品ちょっといつもよりワンプラスのフードを買いに来るとかいらっしゃってましたので、うんうん、あまりこうね、正直この他人事ではなくなっちゃうから、うん、こういうことになってくると、うん、まあ、早めに、ね、やっていけたらいいなと思いますので、はい、皆様もあの急いでる方は早めに、うん、あの各店聞いてください、うん、あのフェレットちゃんのことでも構いませんよ。そうですね、はい、聞いていただけたらすごく良いなと思いますので、うん、ぜひそこはご連絡ください。はい、はいはい、お願いします。で食べ物続きでちょっとすっごい話ぶっ飛びますけれども、はい、うん、この前ね甘酒をお伝えしたんですよ。あ、こいつ、あ、この人名前ね、みんな出てこなくなっちゃった名前、みんなもういい、なんかたっちゃんか順次かみたいな話だけど、まあいいや、はい、あ、やべ落ちちゃった、えい、はい、あ、で、あの皆さんね、はい、あのそう腸活の話になったんですよ。はいはい、甘酒がねすごくて、あれは年末ですよね、甘酒の話をしたのが。そうです、うん、してましたね。してましたよね、はい、私、はい、たくさん買いに来ていただきました。次の日から甘酒ラッシュです、はい、そうですね、はい、うん、まあ、ちょうど時期も時期だったのかもしれませんけれども、うん、あの甘酒皆様始めていただいてました、はい、あとね、でその際にやっぱり気にされてるのがお腹の調子を整えておくために何をすればよいんですかっていう質問事が結果多いということが判明をいたしました、うん、で我々、いや皆さんね絶対ね、いやいやいやね、もうね早い段階でねこういうものをご存知だと思うのですよ。そうですね、去年、一昨年、うん、去年にもう2022年、まあ24年になりますから、ね、もうちょっと見えてます、はい、見えてますね、これね、あのこれ実はここに、はい、で、はい、あったのですよね、この中身に、あの見てる方はいらっしゃるのよねきっと、はいはい、どうぞ。はい、知ってる？この商品ご存知です？皆様、はい、見たことありますか？はい、ヘルスチャージというシリーズの N と K、はい、N と K、 乳酸菌の N、 ケストースの K、 え、ちょっと何を言わせるかみたいな、ね、話あのそうでね、 N と K で、これ実はおみ、あの、いや、もう結構皆さん使ってる方がいらっしゃるんだとは思うものの、まだまだ実はその本体を知らない方も多いんだなって話になりまして、うん、ちょっとお話しさせていただきます。はい、はい、で、K の方は白い粉です。いや、何、中身の話か、あの白い粉、白い粉です。聞いてない聞いてないで白い粉です、中身が。で 1g ずつの分法になってます、はい、これ
あのすごい大袋に見えますけど小袋もきちんとあります、うん、ありますよ商品がねあるんですけども、これが実はまあうんとね、分かりやすいのは腸の中を土だと思ってほしい、畑だと思ってください、はい、腸は畑です、畑です、あそこは畑なんです、畑です、はい、で畑に何の肥料もまいていない畑に種を植えたら上手に発芽すると思いますか、はい、枯れると思います、あ、はい、いいな、はいはい、枯れると思います、はい、そう、あのうまく育たないと思います、うん、はい、ですよね、はい、実際ね、うん、でそこの土壌を良い土に変える肥料の役割をしているのが K のケストースなんです、はい、これがです、ね、そうです、はい、あの土を良くしている餌、うん、餌、養分、そう、餌、腸の中をそうすごく良い状態にしてるだけ、腸を洗ってるんだけど、まあ、いや、あの餌なんですこれが、うんうん、でそこに種をまいたらどうなりますか、育ちます、はい、育ちます、はい、ピンポーンで、その育ちますの、うん、それの種がこっち、なるほど、はい、はい、これ種の方、種ですね、そう、種の方ね、うん、だからこっちを先に、うん、はい、飲んでほしいんです、はい、いい土を作るんです、ね、そうです、はい、先に土を作ってないと、はい、例えばどんなにいいものを食べました、うん、私うちの子もすごい腸活してるんですって言われて、うん、ヨーグルトも毎日あげてますって言ってる方がいたとして、はい、その多分腸を育ってないと、うん、腸の中って、うまく種が育たないと、はい、一元さんにはさようならって言って全部便で排出してるんですよ、もったいないですね、もったいないなんですよ、ね、すごくもったいない、ね、そう、うん、だから逆にどんなに検査をしても、うん、お腹の中の菌は増えてないんです、善玉菌は、悲しいですね、悲しいです、お金の無駄遣いみたいになっちゃう、うん、だから先に育ててほしいんです、なるほど、どうしたら育てられるんですか、これを飲むんですよ、何の漫才ですか、まあいいや、これそういう意味です、で、はい、K を飲んであげることで、うん、早い段階で土を育てられる、うん、腸を育つこと、あの育てることができるから、うん、この、まあ、乳酸菌、まあ、これに限らず例えば甘酒だってあれ、あのいろいろいろんなそうです、ね、あのアミノ酸とかも菌とかもいっぱい入ってる、うん、例えばうちの子納豆をあげてるんです、納豆菌にしたってなんだって、はい、土が良いところでは上手に育って、うん、うまいこといくんですけど、うん、そこがうまくいかなくなる原因を作っちゃうので、はい、まずはこれをやってください。そうですね。はい。うん、で、あの預言者のようなちょっと出来事があったので、はい、ちょっと嫌なんですけれども、あの年末ぐらいからすごいこのお店に今いらしてる方の胃腸炎が流行ったんですよ。うちもそうなんです、ね、あ、流行りました、はい、ララポートでもそうです、そうで、なんか多分急激な温度変化のせいなんですけども、うん、ワンちゃん自身ってやっぱりそういうのに弱いで、猫ちゃんも結構そこ弱くって、うん、そのせいで胃腸炎ラッシュだったんですよ、なんならフェレットもそうです、あ、フェレットもそうだった、はい、そうです、じゃあやっぱりなんかあるんですよね、やっぱりね、そう、寒い時期になってくると多いですね、うんうん、で結局そこに、まあ、例えばそこにさらにですよ、そうやって地震みたいなことでいつもと違う環境下みたいになっちゃったりすると、うん、余計にダメージが出ちゃうので、うん、ダメージが出てし、あ、消えます、ありがとう、あ、はい、そういう方もいますよね、だから腸の状態がすごく良くなると、うん、腸の動きが良くなるとお腹自体がすごくあの動きが良くなるので、うんうん、あのガスが溜まりにくくなったりですとか、うん、あとは便自体の排出が、まあ、上手にできるようになるので、うん、まあ、便秘ももちろんですけど下痢自体ももちろん収まるし、ね、消化吸収が早くなるので、その分食べたものがきちんと栄養として体の隅々に届きますよっていう、そういうお話なんです、うんうん、だから腸活をしてていただくと、腸って脳の、まあ、次の、まあ、第二の脳って言われるぐらい今はすごい生命線なんですよ、そうですね、そう、やっぱお腹っていうか腸活がしっかりしてると健康になりますよね、そう、おっしゃる通りで、あの実際腸が強い子って長生きな子が多いです、うん、それはわかります、わかりますよね、はい、うん、で実はあの佐藤家はですね、あの実証済みでして、あの2年前になるのかな、もううちあのここの初代看板犬ココロちゃんというトイプードルを飼ってたんですよ、うん、私あのここのココロちゃんはあの引退をしてからずっとうちの我が家におりまして、なんとあの人20歳 20.6 歳まで下痢知らずだったんですよね、そもそも 20.6 歳ですごい、そうそう 20.6 歳まで、ね、ね、頑張ったんですけど、その時まで下痢知らずで、うん、結局腸がものすごく強いから、
割とそこはあの、まあ、この商品って20年前からあったかしたらそうではないんですよ。そうではないんですけれども、もう出来上がった時には飲み始めてたんですが、うんうんうん、やっぱり全然違うんですよね。だから腸自体をあの上手に育ててると、あのその後の病気とかの、まあ、ならないといったら語弊があると思うんですけど、予防効果にはなる。で他の臓器も強く、涙よけにも効果ありますか？あの結果あります、まあ、はっきり言えばあります、うん、結局腸の状態が良くなっているといろんな臓器に影響力が出てくるので、例えばそれが肝臓や腎臓だったりすることもありますし、消化吸収とかが良くなってくると余計な涙とかの成分に油分とかが出にくくなったりするの で、ね、おかげで耳汚れが減るとか涙やけが減るとか体臭が減るとか、そういうところには影響します。直接的というよりか良くなるから、そうです、腸内環境腸活ができてるから、そういうのの予防にも大切になるってことですね。なるってことなんですよ、うんうんうん、だからぜひそこはつなげていただけたらいいなと思いますね。腸活している方としてない方ってだいぶ差が出てますので、ちょっとぜひこの腸活をあの頑張っていただけると、はい、どのくらい経を与えてたら整ってきますか？それは期間のことでよろしいかしら？あの期間は ね、期間に関してはこれ、ね、早い方だと3ヶ月くらいで効果が、うん、あのこう継続されてる感覚になる人もいます、はい、で時間がかかる方は年単位ですね、うん、あの結局、うん、畑のさっきの話あったじゃないですか。そうなんです、畑だから1回とか1週間で育つかっていうとそういうわけじゃないですね。そうなんです、そうなんです。でも大体の方ってそのくらいで1回余っててやめちゃうんですよね、うんうんうん、そうやめちゃう、うん、やめちゃうとねもったいないんですよ。せっかくそこまで育ったのに。そうなんです、そうなんです、うん、だからさつまいも育てるのだって、何育てるのだって土壌自体を随分年単位で多分いろんな肥料を加えたりとかして、うんうん、よくしてるじゃないですか、うん、あれと同じ感覚になってもらえるといいかなとは思いますよね。そうですね、うん、なのであの個体差は本当に何とも言えないんですけども、早い方だったら3ヶ月ぐらいで1回量を減らしてみるっていうのがありかもしれないです、うん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 、で減らしてみて効果が継続できてるのであれば、そこから1ヶ月間くらいは減らした量で、はい、でさらに減らしてもう1ヶ月で結果やめるかどうかは考えてっていう感覚、うん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 、ただ完全にやめると菌の状態が引き戻ることがあります、はい、だからその子の腸がもともと菌をこう何て言うんだろうな、こう抱え込んでおくのに適してない子の場合はやめた途端に悪くなってしまう可能性もゼロではないと思うんで、そうですね、うん、そうなったらまたスタートしてもらうぐらいの気持ちでもよかったりします。そうですね、うん、気になる方は少ない量でも続けておくことをおすすめします、うんうんうん、そうで、うん、サプリにね抵抗がある方もいらっしゃると思うのですよ。サプリメントでしょってなっちゃう方もいると思うので、はいはい、木村さん、あそこあそこキヌア、あるそう、あのビスケットがあるんですよ、それが入った、はい、こういうね、これはい、あ、じゃーん、要はこれ入りっていう感じですね。そうそうです、そうです、はい、あのケスートースが入ったアレルギーがそもそも出にくい素材キヌアを使っている、あの小麦じゃないんですよ、キヌアなんです、ね、スーパーフードですね。そう、スーパーフード、うん、すごいね、スーパーフードって出てくるね、スーパーサイヤ人みたいな話、まあ いや、あのそうそう、そのこれね、これ、まあ、なんかよくわかんないところで笑ったけど、あの そういうものが今あるんです、うん、でこれスティック状のビスケットなので、はいはい、あの小型犬でうちの子を食べにくそうとかじゃなくて、あのちっちゃくポキポキ折れると、はい、ペレットちゃんは食べるの？少量ですね。そうだよね、あの、まあ、フェレットちゃんはねこの穀物があんまり得意ではないのですよ。で、逆にフェレットの方は逆にこっちです。あ、こっちの方がいいです、はい、こっちをメインでやっていただいた方がいいです、はい、でもこれはご飯にかけるもいいし、バイトとかに混ぜるも使えるんですよね、うん、揚げ方としてはね、そもそも味が甘いじゃないですか。甘いんですよ、はい、これあのそう成分的にはねオリゴ糖成分だから、まあ、オリゴ糖飲んでればいいのかって言ったらまたちょっと違うんですけど、うん、ただその感覚なんで甘みがあるんで、うん、多分ねワンちゃんも猫ちゃんもあまり抵抗なく食べられる、嫌いなことが少ないですね。少ないですよね、うん、はい、で実際これ小動物が好きなんですよね、はい、チンチラとか。そうです、デグーとか、うん、デグーとか、はい、はい、なんでまあなんかちょっと気になる方は、あの気になる動物飼ってる方でもね、うん、聞いてもらえたら良いと思うんですけど、比較的まあ猫ちゃんも正直こっちなんですよ。そうですね、うん、そっちの方がいいですね、うん、はい、猫ちゃんもビスケットはあんま食べない子が多いと思うんで、うん、はい、ちょっとその辺はやってみてもらえるといいなと思うんですけれども、う
一応ちっちゃいタイプもありますよね。はい、まずはい、はい、うん、あのあ K ね、 K ね、 K ね、はい、ちっちゃいのがあるよっていう話、はい、なのでぜひとも、なんとなく分かりました、分かってんのかな、はい、はい、じゃあ、はい、この K と N、はい、両方上げるのがまずベストっていうこと、本当はベストですよね、はい、でも優先順位をつけるとなると、はい、どっちからやった方がいいですか、 K からです、 K からこっちから、はい、表情改革からしてください、はい、そうですね、あこれちっちゃい袋ね、これちっちゃい方です、はい、これこれ、あ N もちっちゃいのいるよ、はい、N もちっちゃいのいるよ、はい、はいですね、はい、はい、ちっちゃい袋同士からぜひあのこうちょっと試してみていただくのが良いと思います、そうですね、あ で、 はい、でも頑張りますって時でもやってみたいですって言うんであれば、うんうん、大きい袋の方がお得にはなります、ね、はい、お得にはなります、はいはい、当然もうあのとってもお得です、ただあのね、もう一個あのこれ、N の方をごめんなさい、こっちは中身、はい、そうあのさっき粉ですって言ったんですけど、ね、N はね、はい、カプセルなんですよ、そうですね、あ分かりました、はい、あそうそうカプセルなのこれ、うん、でこれね犬のお話をさせてもらうんだとするとあのねカプセル壊さないであげてほしいのですよ、うん、本当はそうですよね、はい、はい、このままがいいです、あの要はカプセルのままそのままご飯にポンするか飲ませるかしてほしいんです、というのはこのカプセルが特殊でして、実は中身も特殊なんだよ、中身も特殊なんですけど、カプセルでごと飲むから腸まで届きますっていうタイプなんですよ、うん、はい、腸に届くくらいでカプセルが溶けて効果があるってことですね、そうなんです、うん、でカプセルをあの上げられないわっていう方に関しては、いや上げないよりは上げてもらった方がいいんで、その際はカプセルをパカッてこう割っていただいて、はい、中の粉をパンパンパンとかけていただければ全然良いんですけれども、はい、その場合は要は胃酸とかで若干菌がお亡くなりになってしまうのですよ、うん、だからカプセルで実は上げてほしいですっていうものなので、はい、ベレットちゃんには無理だとは思いますので、ベレットちゃんの場合は、まあ、そもそも体がちっちゃいので、そうですね、カプセルで上げるというよりかは、ね、はい、粉でね、はい、カプセルから出して粉で上げるっていう感じですね、はい、で犬の場合は、犬猫の場合は、うん、猫ちゃんもねカプセル食べないのですよね、これがまたなかなかね、食べてくれるなら猫ちゃんもカプセルやった方がいいですけど、はい、うん、そうです、缶詰とかに混ぜるとか、ちょっとトライしてみて難しそうだったら、ね、まあ、出してあげてっていう感じですね、あの食べないよりは食べた方がいい、はい、で食べてくれるのであればカプセルの方がいいですっていうお話ですので、うんうん、はい、ぜひお願いします、はい、欲、はい、を言うと両方、はい、両方どっちかと言われたら K から、そう、はい、K から始めて、その後土壌を作ってから菌を入れる、はい、はい、乳酸菌とかね入れてくださいね、わかりますかね、大丈夫ですか、え、はい、はい、 OK です、はい、大丈夫そうです、はい、はい、はい、じゃあ腸活めっちゃ短いですけどそんな感じでよろしいでしょうか、いやいや長かったよ、よっそ今日真面目な話をしてるからさ、すごくね45分までって言ったじゃん、言ってた、37分だよ、いや平気まだまだ大丈夫、負ける負ける、全然大丈夫、いつも通り、いつも通りで、はい、大丈夫です、ありがとうございます、はい、はい、であのこの子の名前決まりました、みんな仲いい、もういい、一星くんになっちゃうよこのままだと、ちょっとないなちょっとちょっとちょ あ, ありがとうございます、なんかいっぱいなんか送ってくれてる、はい、じゃあまあちょっとさ先進みますよ、はい、でね次回、うん、次回、はい、インスタライブ、はい、ドラちゃん、ドラちゃん、ドラゴンちゃんだから、ドラちゃんだ、そっちか、ドラえもんか、ドラえもんなわけないじゃん色も違うし、ありがとうございます。うん、あそうね、はい、でね、あのちょっと一回話飛ばします。はい、で、はい、次回のライブなんですけど、うん、はい、次回、うん、日にち実はもう決めてます。お、いつ？1月27日、はい、土曜日。土曜日。お仕事ある方ごめんなさい。うん、なるべく休んでね、休んでねとか言えない。あのなるべく時間を合わせてほしいんですけど、うんうん、なんと、うん、デンタルの横塚先生が出演してくださることになりました。うん、イエーイ。出演してくれるって言うんですよ、はい、で、うん、まあ、とはいえ初めてですので、はいはい、歯ブラシに対してのちょっと基礎 超基礎講座みたいなのをちょっと、うん、ね、あんまり長い時間できないので、はいはい、短い時間ですけどやっていただこうかなと、いいの、うん、来てね、僕来れないですね、27日ね、忙しいからね、僕9時までです、あ、で、ですよね、はい、あの見てください、アーカイブでちょっと営業時間中見れない、あのアーカイブでね、じゃあ見ていただいて、はい、わー楽しみです、そう、ぜひ、なので、はい、あの先生が、まあ
ちょっと先生のお日にちとかね合わせるのがなかなか難しいので、うん、ちょっとこの日も確定になっちゃうんですけれども、はいはいはい、でいつもは、うん、まあそう9時からなんですけど、うん、ちょっと先生とのちょっとお話のご都合もあるので、うん、いつもよりはごめんなさい早くなると思います、うんうんうん、ちょっと8時か、まあ、7時半ぐらいか、まあ、そのぐらいのお時間をスタートラインにしますので、はいはい、またあのご連絡いたします。じゃあ、まあ7時半ぐらいからちょっとご予定空けてもらうっていうのを、はいね、リアルタイムで見れるんですね、はいはい、そうすると先生に直接ご質問をいただけるかと思いますので、はいはい、そうですね、そうアーカイブだと質問できないですからね。そう質問できないですし、うん、逆にあのその言っていただければ寄せることもできるのよ。アーカイブだと何もできないので申し訳ないんですけど、あのそこだけちょっとあの心しといていただければ良いかなと思いますので、はい、リアルタイムで見れるように調整してもらいながら、はいはい、今のうちに質問考えておいてもらいましょう、はい、あ、そうですね、はい、聞きたいことを先にね、うん、あのちょっと検討しておいていただいて、うん、であのアーカイブもちょっと実はインスタライブこのもう次のインスタライブの時には前 の, あのちょっとアーカイブをちょっとずつこうなくしていこうかなとは思ってはいるんです、はい、長期になっちゃうと埋もれて見えなくなっちゃうのもどうせあるので、うんうん、なのでアーカイブ見る方はあの早めに皆さん早めに見てください。寂しいんですよね、はい、アーカイブで見ていただけると嬉しいけど、そうそうコメントいっぱい入れてほしいですもんね。本当はメスコ見ていただければとリアルタイムで、はいはい、まあ、ただ忙しいのも重々承知しておりますので、うん、皆様がね忙しいのも分かってはおりますの で, です、ね、ちょっとまた、はい、それは時間調整させていただきながら、うん、ただ時間がまあ土曜日ですので、はい、お休みの方もいらっしゃるのかな、うん、はい、その方はぜひあの時間を空けてお待ちいただけたら良いなと、はい、持ってますので皆様よろしくお願いします、はい、僕はいないです。あ、いない、あのこの人いないです、はい、横にいるのは大丈夫、あのこの子と、うん、この子とあの横塚先生横塚先生になりますので、はい、ああの西口さんいます、はい、カメラマンでおりますので、はい、はい、登場してくると思います、はい、そうですね、はい、よろしくお願いします。はい、で何かあります、聞きたいこと、あれない、止まった、ないんですって、ないんだ皆さん、いやもう皆さん気持ち聞き入れてくれて、あ、そうかな、聞き込んでね、そんな感じはしないけどね、大丈夫、打つ暇なんかないですよ、もう耳が忙しくて、そうね、バタバタって喋るからね、そうそう、申し訳ないですね、はい、名前何がいい、これドラちゃんって話も出てるけど何がいいかしら、ちょっと皆さんみんないっぱい、でも11はないよ、でも、うん、11と順次はないわ多分、うん、ね、11と順次もでも紛らわしいって言われちゃうからね、ちょっと伊勢くんとかね、ドラちゃんあたりちょっと考えましょう、そうね、佐藤マネージャーに11って言われたらちょっとビクッちゃう、そう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 、だってそれは言わなきゃいけなくなっちゃうからね、うん、それはダメです、ね、怒られちゃう、そう、言わなみも禁止です、あ、そうそうよ、そうそうよ、変な名前、え、ゴンちゃん、ゴンちゃん可愛い名前、うん、え、何、ドラゴンでゴンちゃん、ドラちゃんとゴンちゃんってこと、すごいね、ドラちゃんとゴンちゃん、右と左みたいなそれはね、あ、それともう一つ、はい、あの皆さんに、うん、あのもうご存知の方も多いかな、知ってるのかな、東川口店イベントですか、あ、それの前に、うん、いや、あのね、気にされてた方がいたと、うん、ここにいた子知ってる、あのほら、はい、しなちゃん、かわいいしなちゃん、しなちゃんいたよね、うん、決まりました、決まりました、イエーイ、賑やかだな、トニくん、そう、トニくんっていうのをあの遊びに来てくれる、そうです、ワクチンが終わったら皆さん、あ、なんかタッツーとか言ってる、あ、なんかかっけえ名前が出てきた、こっちの話しましょう、あ、まずはね、はい、はい、あ、そうで、あ、決まったので、あの皆さんトニちゃん遊びに来たらぜひ声かけてあげてください、はい、いや、ま、分かんないかもしれないですけど、ね、あれですね、インスタライブ出演っていう、ね、あ、そうなんですよ、ブランド、そうそうそう、はい、そう、すごく一生懸命、なんかでもあのなんでしょう、皆さんね応援してくださるのね、うん、すごくあの見て、あの子はどうしたの、大丈夫って心配してくださって、気になりますよね、そうなんですよ、うん、なんか出演したことで皆さん気になっちゃうと思いますので、はい、はい、あの決まったらぜひご連絡したいな、はい、何でしょう、あと2分だよ、 あと2分、あ、なんかカウンターがすごい言ってる、はい、いや、タツ、はい、タツだって、はい、タツです、タツ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 ね、かわいい名前だよ、あのこれどうやって決まるんですか、これは佐藤さんの、ちょっと皆さんから今いただいた、そう、あのその、うん、独断と偏見、だってドラちゃんもかわいいけどゴンちゃんもかわいいけど、はい、皆さん、ね、もう一回この子の名前、お名前なんかあります、はい、なんかありますか、他ありますか、選ばれた方は東川口店来たらきっと佐藤さんが何かしてくれます、うん、なんかプレゼントしちゃう、本当ですか、うん、え、うんうん、今見た人絶対わからないよ、ごめんなさい、はい、はい、この子の名前決めて、この子の名前、はい、アーカイブにコメント入れてもらってもいいのかな、そうですよ、アーカイブにコメントはいいです、そうですね、じゃあちょっと残してもらえると、はい、はい、逆に皆さんアーカイブの方にコメントください、はい、
なんか、え、はい、決定はいつですか。決定1週間後ぐらい。あ、違う、じゃあの次回のそのインスタライブの時、うん、なんかすごい名前、あのあのインスタライブの時に、あ、じゃあ1月26日金曜日までにください。この子のお名前のコメントを、はい、アーカイブに入れてください。はい、はい、で27日に発表します。そうですね、なんでこうなったかというと、はい、佐藤マネージャーの横にいるのがなかなかね、僕も隣いるんですけど、圧がすごいって、いやいや、なかなかね、こう制御するの大変なんですよ。あ、うんうん、制御されてる側、なのでちょっともう三枝さんが、私はカメラに徹したいと、あなたの隣いられないと、いられなくないんですけど、ということでこの子がドラミちゃんだって隣の子になって、はい、あ、そう、話が脱線するからね、ごめんなさいね、はい、もう本当に止められないんです、困ったことに、あ、これついてないからね、普段こんなんだよ、はい、はい、じゃあちょっとやっぱ隣には、はい、ここでしょ、あ、はい、じゃあ、はい、あの皆様ね、はい、もうすみません、あ、こっちかな、はい、もうなんか忙しいよね、はい、はい。なんか皆さんすいませんね、はい、バタバタすごいですね、4人で回した、そう、インスタライブだった、はい、ありがとうございました、ご協力いただいて、あのすみません、あ、一応聞いてますよ、そちらでね、皆さん聞いてますので、庭さんも僕も庭さんもいますので、はい、はい、手映った、それ映ったの、あの後ろどうですか、最後に行きなさい、はい、行きなさいよ、じゃあ2人とも最後後ろ並んでいただいていいでしょうか、後でで大丈夫です、カメラ固定なんで大丈夫です、はい、はい、おっしゃる通り、あの最後のご挨拶ということで、最後のご挨拶で、はい、私の名前と一緒になってますけど、ドラグサさんって名前なの、コメントにちゃんと残してくださいね、そうですよ、よろしくお願いします、消えちゃいますから、はい、なんかやだ怖い、なんか図柄が怖いまあいいや、はい、あの、はい、皆様、あの騒々しくて本当に申し訳ないんですけれども、あ、で、来月からもちょっとイベントごとをねたくさんしていこうかなと思ってます。で、一応ね、2月は東川口店は試食会をねこう検討してるんです。で、逆にちょっとそのパッと作れるものだけど作ったら美味しいよっていうものを、まあ、私作りますので、手作りで、はい、手作りでその場で使って、振る舞おうかなと思っておりますので、ぜひあの日にち決まったらまた連絡しますので、早めにお伝えいたします、はい、よろしくお願いします、ララポートもイベント頑張ります、はい、ララポートもね、あの、はい、ミナトもやるんでしょ、頑張ります、はい、たくさんイベントをこれからなんかもう後ろ疲れてるみたいですからね、2024年は、ね、ごめんなさい、はいはい、頑張っていきます、はい、皆さん、あの、なのでちょっと想像しくて申し訳ございませんけれども、さっきの手作りご飯ってあれですよね、うん、え、あの防災にも使える、ね、そう、防災にも使えるし、はい、両方使えるよっていう、まあいろんな、これね、こういうのとかもありますよっていう、はい、そういうのの紹介もしてくれると思います、はい、はい、いくつかやろうかなと思ってますので、アピールと飲みました、 ありがとうございます、ありがとうございます、頑張ってね、メルジ頑張って、メルちゃん頑張れ、ね、頑張れ、ね、じゃあちょっと皆様、あの、はい、想像しくて申し訳ございませんけれども、そろそろお時間でございます、はい、すいません、話しすぎちゃって、はいはい、では2024年の初インスタライブ、はい、はい、これで終わりとなります、皆様またぜひご視聴くださいませ、はい、よろしくお願いいたします、ありがとうございます、次回は1月27、ちょっと早めですので、そう、早めですよ、気をつけてください、早めというか時間がね、時間が早いんです、はい、はい、皆さん気をつけて、あ、皆さん入れてね、名前入れといてね、よろしくお願いします、お願いします、はい、皆さん、さよなら、お疲れ様でした、お疲れ様です、さよなら、にゃにゃい、にゃ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 い、にゃ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 に